誰でも簡単に楽曲の声の特徴や雰囲気を保存して新しい楽曲を作っていきましょう今回は作曲 AI のスノーに新しい機能、ペルソナという機能が実装されましたので、そちらの方を使っていこうかなと思っております。こちら、有料にはなってしまいますが、PC の方からお届けしていきます。 それでは、まずは、皆さんお使いのブラウザの方から、スノーと打っていただいて、そこからログインしてください。そうしましたら、皆さんがスノーで作られた楽曲のところからですね、お気に入った楽曲をまた保存していくっていう流れになりますので、注意点としましては、スノーシンズとかで制作したものは、このペルソナ機能は使いませんでしたので、こちらはそれ以外で制作したものになるみたいです。 それでは、例えば、こちらの楽曲が気に入りましたよっていうところで、この、点々点のところを押していただいて、そして、クリエイトボタンを押しまして、クリックして、そこから、メイクペルソナっていうところを押していただく。そうしましたら、こちら、名前とか、アバター、画像もアップロードできますし、そして、ディスクリプション、説明ですね。ここで保存していくような流れになります。 パブリックなのか非公開なのか公開なのかっていうところになります。それでは、とりあえずなんとなくここはサクッといきますかね。イメージをクリエイトボタンで画像のイメージも生成できるみたいですね。ちょっとこれやってみますか。ここも使っていきましょう。試しで。これでいいですね。そしてディスクリプションは、はっぽいバラードにして、セーブを押します。 そうしましたら、ここ、成功しましたよってなってますので、ライブラリーの方に行っていただいて、ペルソナがありますので、ここのペルソナを開きますと、先ほど、いろいろ保存したものが、ここに反映されております。そして、こちらからですね、さらに新しい楽曲を作っていく流れになるんですが、私、この機能を最初見たときに、声のはもうそのままで、例えばバラードだったらアップテンポにとか、 えー、もうヘビメタル2とか、そのままの声で転用できるのかなと思ったら、えー、単純に保存できるっていうところの機能でした。まあ、先ほどね、タイムラインの方でブワーっとこう、いっぱいたくさん生成した場合は、埋もれちゃいますから、えー、そういった意味ではですね、ここが保存して、えー、そして、えー、パブリック、その公開した時に、他のユーザーさんとも共同作業、みたいなこともできるのかなっていうところで、新たな楽曲を制作するときに便利な機能ですよ、みたいな感じでした。 それで、例えばですね、この声質を保ちつつ、そしてまた新しい楽曲を生成したい場合は、ここから、カバーソングなのか、エクステンドのか、新たな楽曲を拡張していくような感じになるんですが、カバーソングだと、また新しいアレンジみたいな感じの位置づけなので、エクステンドの方がそのままの声を 引き継ぎやすいのかなと、個人的には思っております。こちら、何分から拡張していくのか、みたいな感じで、エクステンドはそういう流れになりますので、ここはですね、ちょっとガラッと変えてみますかね。その前にあれですね、えー、すいません。元々の曲がどんな曲なのかっていうのをお伝えしてなかったので。 はい。こちらの保存した楽曲はこのようなあ楽曲になりまして、ここを少しなんかいろいろ変えたいですね。えー、歌詞は日本語で、えー、そして曲調も激しくやりましょうか。元気がいい感じにしましょうかね。ではい。それではですね、まあ、比較しやすいように歌詞はそのまんま行きまして、えー、そして、えー、アップビート、ポップにしまして、えー、BPM もですね、先ほど85とかあったかな。85から125にしまして、 そそれでやっっててていこうかなと思まますすししエクステンンドボタンを押しますはいそれではですねこちらエクステンドボタンを押しましたら2曲今生成されておりますのでもう10秒ぐらいで生成されるっていうですねもういつもながらに作曲その AI は裏側でどうなってるのかっていうぐらい異常な速さではありますけれどもそれでは早速聞いていきます。 特別な日がここにあってくる優しい光が降りるめちゃくちゃいいっすねこれはめちゃくちゃいいな、えー、思ったより声の思った以上に声のですねキープ力があったなって今思いました個人的にちょっとステンドいいっすね今後になるとちなみにどうなるのかっていうところをですねやっていこうかなと思っておりますカバーソングうん。 元に戻ったぞアップビートポップのさっきの木の楽曲から元に戻った感じっすねふ <music> むカバーにしたら先ほどのアップビートなのが元々のテンポ85のバラードに戻った感じっすねこれどういう仕組みなんだろうおおちょっとここら辺はですねあのー、1回もしここでエクステンドしちゃうとここが えー、もう変更されて、かつ、えー、今思ったのが初めて使ってみたんですが、ペルソナの方に反映されちゃった感じですね。ここのペルソナのところがいや、まあ、例えばアップビートにしまして、これカバーなので、ここからクリエイトボタンを押しますよと。ちなみに、ここ200クレジットなので、200回しか使えないのかなという感じですね、まあ。ベータ版なので。 早期利用っていうことなのでおそらく無料ユーザーさんでもいつか使えるようになるんじゃないかなとか勝手に思ってます。楽曲の雰囲気があ維持されつつ でそして、えー、なんか少しアレンジが変わったみたいな感じなのでメロディーとかはそのまま保持されるのかななるほどカバーソングになると、えー、そういったところで、えー、違いはエクステンドとの違いはありますね、まあ、エクステンドの方が、えー、またあ今曲調スタイルのところがかなり反映されたなあに思いましたけれども、えー、今カバーの方になるとテンポ感が先ほどの よりは早くなったのかもしれませんが、テンポ BPM125 もなかったような気がしますんで、えー、まあドラムが追加されたりですね、えー、ありましたが、まあ結構ね、違いがあって面白いですね、これはこれで。いろいろと工夫してカスタマイズしながら、えー、一貫性を保ちつつ、そして新しい楽曲に展開していく、みたいな感じで、えー、結構その a i はだいぶカスタマイズできるようになったとはいえ、まあこういったところの工夫が必要なのかなって思いますので、まあどういった風にこうガラッと変えた時にでも、その一貫性を保ちつ、えー、変えれるのかっていうところですよね。まあ特にこう、 こちら、例えばアカペラとかですね、分離する、こう、ゲットステムズで分離することもできますので、そしてそこからアレンジする、みたいな感じもできると思いますので、まあ様々な使い方で、いろいろと皆さん自身でカスタマイズしがいはあるのかなっていうところで、ぜひ使っていただければなと思っております。じゃあです。今後もですね、こちらのチャンネルでは、生成 AI ツール、特に作曲 AI に関するツールは、どんどん発信していこうと思いますので、フォロー、保存、コメント、いいね、何でもいいので反応よろしくお願いします。 ということで、また次回の動画でしましょう右よし、左よし、あよしでしたさよなら